どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、ウェストの40、西の49丁目あたりにいて、見えますかね、本日はマリオットイーストサイドに宿泊しようと思います。で、今ですね、もう4時なんでチェックインできると思いますので、チェックインね、これからしていきたいと思います。それでは行きます。今チェックインしたんですけども、まだ部屋が用意できてないみたいなんで、ラウンジがあるみたいな、ラウンジね、待ちたいと思います。よいしょ、どっちだろう、こっちかな。せん、へい、ラウンジ、センキュー。こちらがマリオットイーストサイドのラウンジになっております。それでは行きます。キーをここに入れる感じですね。で、開くと、よいしょ、ラウンジ入りました。あ、いいですね、空いてます。じゃあね、チェックインできるまでここで待ちたいと思います。ラウンジ内はこんな感じです。お水と、ちょっとコーヒーマシンが今壊れてるみたいですね。お水と、お水と、お、残念ながらお水しかないですね。あ、ありましたね、お水と、コーラ、あとジンジャーエールと炭酸あります。せっかくなんでコーラいただきたいと思います。いや、ラウンジ広いですね。ちょっとどうしよう、いやー、ニューヨークのラウンジ、これで2軒目なんですけども、こんな広いとは思ってなかったですね。ちょっと席を移動します。よいしょ、ちょっとここでゆっくり待ちたいと思います。ラウンジからね、ニューヨークの外の景色が、まあ、軽く見えますね、うん。それではね、チェックインいたしました。今回はね、2017、今ラウンジで待ってたんですけども、用意ができましたということで、2017、どうでしょうか。よいしょ、部屋に入りました。おお、広いですね。これは広い。これはコーナールームにアップグレードしていただいた感じですね。いや、ありがたいですね。部屋全体はこんな感じです。あ、いいですね。いや、広いですね。ソファーもあります。で、コーヒーマシンがありますね。あ、ちゃんとあるんですね、コーヒーがあります。で、こちらが金庫と冷蔵庫ですね。あ、こちらは持ち込める冷蔵庫があるんですね、ありがたい。
すごいありがたいですね。今までのホテルなかったですからね。でこちらがクローゼット、ハンガーと、これは何だろうな、ドライヤーですかね。ドライヤーですね。なんでここにドライヤーが入っているんだろう。でここはこれはあれですね、例のやつですね。お隣さんとこういうふうに一緒に使える部屋であるんですよね、こういうのが。鍵を開けるとお隣さんと一緒みたいな。まあ大きい家族でね住む場合、こういうふうに2つ使って行き来ができるようになってたりします。で次はバスルームです。でアメニティは、あ、日本のマリオットと全然違うんですね。 This works って書いてありますっていうブランド紙ですね。 Made in USA って書いてあります。で水回りはこんな感じですね。タオルで、バスタブはいつも通りこんな感じですね。バスタブとハイフロアだけリクエストさせていただきました。まあ部屋はこんな感じですかね。でも広いですね。 JW マリオットと同じぐらいの広さがあると思います。まあちょっとハイフロアでまあ20階なんで、まあハイなのかってところはあるんですけど、まあ一応高い感じがして、しかもコーナールームなんでね、とても眺めが良くて嬉しいですね。それではここに一泊します。でここの、ここはですね一泊25,000円ぐらいだったかな。そんなに高くなかったんですよね。その割にはとてもいいですね。でですねここも、ディスティネーションフィーってものがあります。25ドル分の、飲み物か食べ物、あとドライクリーニング、あと、インターネットですね。さらに早いやつってやつだと思います。あとギフトショップ、ウェルカムギフトも選べそうです。まあこれはね使わないとそのままお金だけ取られちゃうんでね、これは確実に使うようにしましょう、これから泊まるというからね。で先にラウンジもね、もう先に案内してもらったんですけども、ラウンジもこのアクセスキーで入ることができます。どうですか、ニューヨークでこの広さはまあまあいい方だと思います。しかもラウンジがついてますんでね、とてもありがたいですね。ではここに一泊します。マリオットイーストサイドの、フィットネスセンターに来ています。こんな感じでリンゴとイヤホン、使い捨てなんでしょうね多分。あとタオルと、あとフィットネスマシンがあります。こんな感じです。ここはですね最上階にあるんですよね。いや眺め最高ですよ。いやすごいすごいですね。あれトランプタワーですね多分ね。こんな感じの最上階にあるフィットネスジムです。いや眺めがすごい。こっちは川まで見えますね。こんな感じとなっています。マリオットイーストサイドのエレベーター内です。こんな感じとなっていて、金色がベースになっていてかっこいいです。今ね観光を終えて、部屋に戻ってきたらですね、シャンパンとお菓子と届いてました。これをフロントにどうしたんですかって聞いたらですね、本来ここ4時にチェックインできるんですね。4時
で、私が着いたのも4時過ぎぐらいで、本来はもうチェックインできるはずだったんですよね。ですけども、結局チェックインできなくて、まあ、ラウンジでまあ待ってたわけですね。で、結構待ってて30分以上待ってたんですよね。それのお詫びみたいですね。いやなんかすいませんって感じですけども、まあせっかくなんでね、いただきたいと思います。こんなに飲めるかっていう話ですけども、飲めないですね。さすがに1本1人では厳しいかなと思います。でもちょっとね、軽くいただきたいと思います。3日目の朝ですね、はい、今朝の7時40分ぐらいなんですけども、7時半からね朝食が始まっておりますので、今から行きたいと思います。これね、枕の跡がねそのままついて、そのまま取れないっていうね、残念な状況です。で、ニューヨークの朝はこんな感じです。それでは朝食行ってみたいと思います。それでは朝食できました。残念ながらね、ニューヨークには珍しく朝食にバナナがなくてですね、今日はイチゴで食べたいと思います。それではいただきます。グレープフルーツ、いや、ここのラウンジなんですけど、マリオットヒットサイド最高ですね。すごい広いです。すごい広いですって言ったら語弊があるかもしれないですけども、広いです。で、利用している人もまあまあいるんですけど、結構広めなんで、混雑してる感じはね全然しないんで、とてもいいです。ブルーベリーも美味しいです。先日泊まったウェスティンとかね、すげえ人、すごい人、人、人っていう感じで、残念ながら
並びにまでなってましたね。これイチゴです。申し訳ないですけど、このイチゴは全然美味しくないですね。美味しくないというか甘くないですね。これはカップケーキ、ブルーベリーカップケーキ、美味しい。それではね、サクッと食べて観光に出かけたいと思います。それではね、今午後の3時50分ぐらいなんですけども、そろそろ、ね、チェックアウトの時間なんでチェックアウトしたいと思います。チェックアウトすることができました。本日、利用したのはマリオットイーストサイドホテルですね。今回1泊で滞在して料金が、私が2万6000円ぐらいですか、税金とか全部入れて込み込み2万6000円ぐらいでしたね。でこのホテルはですね、ラウンジが24時間利用できたりとか、朝食ももちろん無料で利用できたりとか、プラチナ店だそうね、持ってる方だと。これはだいぶ高いプラス、店員の方がね、とても親切なんですよね、このホテル。ニューヨークで、JW マリオットもとても良かったんですけど、それと同じぐらいね、良かったと思う。しかも、ね、これがね、そんな高くないホテルで提供されてるっていうのはね、本当にすごいことだなと思いました。ちょっとニューヨークだとね、考えられないぐらい待遇が良かったですね。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。面白かった、役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。